赤ちゃんだよ。ずっと待ち、ずっと待ち望んでた赤ちゃん、ついに生まれてきたからだね。うんうん、とっても可愛いし、これからの成長が楽しみだね。うん、でもね、私重大なミスに気づいてしまったの。重大なミス？うん、あのね、赤ちゃんのお部屋がないの。ああ、どうしよう。赤ちゃんのおもちゃもなければ、赤ちゃんを寝かせてあげるベッドもないの。よし、可愛い娘のため、僕が人肌脱ごうじゃないか。よし、まずは必要な道具を持ってきて、パパがすぐ作ってあげますからね。まずこの3枚を使うよ。最初に床になる板にブルーをたっぷり塗って、黄色の壁とくっつけるよ。次に青の壁もくっつけたら、部屋はこんな感じ。最初に作るのはとっても大事なあれだよ。長方形に縦の線をたくさん入れて、一つ飛ばしで間を抜いていくよ。土台になる長方形の横に四角をくっつけて、さっき作った柵にしっかりボンドを塗ってピタッとくっつけるよ。この布を小さく畳んで、さっき作った箱の中に入れるよ。もう何ができたか分かったよね。そう、このベビーベッドに可愛くなるようにシールを貼っていくよ。そして横にも可愛いオレンジのストーンを貼って、できたベビーベッドを部屋の端っこに置いてみるよ。次はこの針金を曲げたものの端っこにブルーをつけて、それを壁にくっつけるよ。次にこの布を針金のところにボンドでくっつけていくよ。何箇所か留めたら、それを端っこに寄せてゴムや糸で結ぶよ。どっちもできたらリボンをゴムの上にくっつけていくよ。次は白いボードを細長く切って、それにグルーをつけたら壁側にくっつけていくよ。同じものをもう一つつけたら棚の完成。次は私が正方形のピンクのシートと黄色のシートを細長く切ったものを使っていくよ。黄色の端っこにグルーをつけたら、ピンクの角につけて、すべての角をグルーでくっつけていくよ。そしてこの可愛いシールを貼るよ。とっても可愛いユニコーンのシールをペタッ。あとはどんどん可愛いシールを貼っていくと、こんなに夢可愛いマットになったよ。次はこのビーズを使うよ。紐を短く4本に切ったら、切った紐にグルーをつけてビーズとくっつけていくよ。残りの3つも全部くっつけたら、さっき作ったマットの紐に1つずつくっつけていくよ。最後に真ん中にピンクのストーンをつけたら、ジムの完成だよ。ハルト君が作ってくれた部屋に痛くないように絨毯を敷いて、その上にジムを置いてみよう。次はこのクマの絵の裏にブルーをたっぷりつけて壁に貼り付けよう。赤ちゃんの部屋だから、とっても大切なおむつをセットしておこう。おもちゃやかわいいクマさんのぬいぐるみも2つ置いておこうね。あとは壁もシンプルすぎるよね。だからお花のシールを貼って可愛くするよ。反対側の青い壁には月やお星様のシールにしてみよう。他に足らないものはないかな。大変、ミルクがないわ。ミルクはこのカプセルを使うよ。このカプセルの半分を取って、こんな形になったら、その中にミルクをたっぷり入れてあげるよ。赤ちゃんだからミルクが大好きだもんね。こんな風に詰めたら、下からミルクが漏れないようにしっかりグルーで固めるよ。次はストローを持ってきて、ストローの先をカット。それを哺乳瓶の本体の上に置いて、グルーを中に入れて固めるよ。グルーを出しながらゆっくり上に上げていくと、少し先が長くなるよ。そしたらいらないところをカットして、哺乳瓶の先ができたよ。そしてメモリをいくつか書いたら、ミルクの完成。ミルクはおむつの横にセットしておこう。ねえリカちゃん、なんかここが寂しくない？じゃーん、この可愛いベビーカーにクマさんを入れて、あそこに置いたら可愛いと思うんだけど、どうかな。うん、可愛いね。よし、これで完成。うわー、かわいいお部屋だし、ジムも見たことないようなかわいいジムだし、大好きなクマさんのぬいぐるみがたくさんで嬉しいだし、お姫様みたいな憧れのカーテン付きベッドにお腹が空いたら
手作りの哺乳瓶で美味しくいただきました。寝転がってもこのふわふわの絨毯のおかげで痛くないし、最高のお部屋です。パパ、ママ、素敵なお部屋ありがとうです。あたちのこのお部屋、可愛いと思ってくれたら評価をぜひ。ここでみんなに質問なんでちゅけど、何か作ってほしいもののリクエストはありまちゅか？あればコメント欄で教えてくださいでちゅ。チャンネル登録はここからよろしくね。バイバーイ。